ゆでたかの頭のストレッチでございますま僕は考えたちょっと頭を使わないといけない脳トレ問題を出題していきますはい、はい、テレビの前の皆さんも私と一緒に挑戦してくださいねお願いします、えー、<laughs> 本日は二問でございますまずは一問目こちらさあハテナに入る地名は何でしょう 地名はい地名でございます市会市会なーがのい能見の道で行きましょうがなんとか表明あ鏡命で別々で家か買い買い持ち鏡命で別々でねーにんはい別々で考えてくださいこれひらがなに直すのかなさあいいと思いますねうんいいなぁいけるでしょうか は。の。そう。いいですよ。が。か。がはい。あ。どう。鏡のがが入ってるな。がののがに。お。で。素晴らしい着版点でございます。のみちちも入ってるし。素晴らしい。ひらがなに直すというのがね、一個目のヒントでございます。かいのかも入ってるな。かが。なすのばらばらでやってます。どうやって考えたらいいかなと思って。ちょっとじゃあ、書くの難しいですかね。そうですね。ヒントでひらがなにしてみましょう。ヒントこちらでございます。 はい、<ー>ひらがなにするとこうなりますね、はい、あちょっと見えてきたぞ<う>縦のラインが「鏡」って書いてあって、はい、あ右のラインが「命」だから、はい、あは見えた,見えた答えは「ナの,シナのさあどうでしょうわ、えー、からない方のためにもう一度ねこちらフリップご覧ください、えー、まず問題は「四海」「長野」「の道」横向きで,横書きで書いてましたね。うん ただ縦に読むと鏡命が見えてきますよね。はい。なので答えがこちらでございます。シナの大正解でございます。やったー。<laughs> はい。ということで、えー、まあ横読みすると司会長野の道を。 えこうねっ 3×3 の9マスにすると縦読みで「シナ・ノ」が出てくるという問題でございましたなるほど素晴らしいひらがなに直すというとこもね早かったですね、はい、あちょっとずつ慣れてきましたねあったまってきたというところで2問目いきましょう 2>,、はい、2問目がこちら、はい、さあ<お>クロスワードしてくださいはい。えー 大谷大谷さんでございます三回も言われちゃってどうしましょうどうしますかこれあの翔平さんの方の可能性ありますよねちょ待ってください翔平翔平三つどうしようかなえかなえか。翔平を四つに入らないかうんとこれ五軍の中の三つの大谷は全部活かすんですかそうですねただこれそのまま入れるとマス目合わないですよね はい、横が4マスのやつと3マスのやつ縦が4マス<ー>えでも五軍の方は文字数とこのマス目が合わないですよね。とっていうことは何かに変換しないといけないという問題でございます待って今日、うん、あの大リーグの大谷翔平選手、うん、MVP 取ったんですよ。うん、MVP 縦どうすするつもりですかかかそれ <laughs> M からはダメか M から始まって さすがにこの問題作ったときまだ取ってはらなかったんで。えー、そう、はい、じゃヒントいきましょうか。うんはい、ヒントこちらでございます。一番上の大谷さんは三、うん、文字で、字真ん中と一番下は四文字に変換してみてください。うん、じゃあ、うん、下の大谷、大谷、ひらがなとカタカナは四文字ずつなので、<お>一番下に大谷のカタカナ来て、縦に大谷。うんうん、で、で一番上は えっと漢字の大谷。だからえっと一がお、二もお、で三もおおだからおおおおお。何言ってんすの？て三つ揃っただからお三つで。ピーバー。ちゃう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 。おさん？おさんってない。全然違うです。おさん？あ違う違う違う。誰のこと言ってまだまだです。お三つ違うんですか？違います。じゃあもう一個ヒントいきましょう。もう一個ヒントこちらでございます。はい。はい。一番上の。 一番上の大谷さんは何で書かれてますか。うんうん、漢字。漢字ですね。真ん中は。そして下は。どう書かれてますでしょうか。かんじ。平仮名かなかの。下が。はい、で、カタカナかな。もしかして。おお<ー>。来 <laughs> ましたね。来た。はい。 そうです。このクロスワード、えー、五軍の大谷さんをそれぞれどんな文字で書いているかというのがヒントでございました。<ー>なので、えー、漢字で、そして真ん中、ひらがな、カタカナ、これをクロスワードにうまいことはめると答えがこちらでございます。宝でございます。<laughs> 一二三で言うと宝<あ>大谷さんはお宝宝日本の宝でございます、ね、という問題でございました素敵な問題は、はい、ありがとうございます受け取られましたか受け取りました,あかったですべ <laughs> ての大谷さんへ届けということでございます <laughs> ありがとうございます,い,ますいやクロスワードですから、はい、その答えが分かってもその一番二番三番を組み合わせてまた 言葉にしなきゃいけない。そうですね。い,いろんな脳みそをちょっと使わないといけないという、うん、ちょっと難しい問題でございましたけれども、ううえまた皆さんが頭を使えるような問題作ってきますので、うん、ぜひ解いてみてください。<laughs> お願いします。いや今日も楽しかったです。ありがとうございます。<laughs> 以上、今日のゆでたかの頭のストレッチのコーナーでした。